士風土の中から生まれたお囃子や神楽などの郷土芸能が受け継がれています。これらの郷土芸能はこの地で育ち学び働いた人々が残してくれた貴重な文化的遺産です。またこの時期が参りました。皆さん方とは1年ぶりのご無沙汰ではございますけど、数えて17回目となりました。今日はお囃子とかお神楽とか地域に残っておりますさまざまな民族芸能をそれぞれの保存会の皆様が週に2回とか1回とか練習をして代々伝えていっていただいております。その芸能の披露の会でございます。昔から歌われ続けてきた高井戸の餅つき歌、歌っているのは高井戸原郷土会の皆さんです。今の杉並は家やビルが立ち並び車が行き交っています。しかし昔は田畑があり林があり、そしてのどかに小川も流れていました。その風土が数多くの郷土芸能を育みました。阿佐ヶ谷林、出演者をご紹介いたします。笛、区登録無形民俗文化財阿佐ヶ谷林です。林は幕末の頃、世田谷の船橋林と葛西林の影響を受けて始まったと言われています。昭和47年には保存会が結成されました。阿佐ヶ谷林っていうのはですね、横川常蔵さんという人のですね、おじいさんの横川弁次郎、それから横川初五郎と兄弟がおりましてね、でこの方の初五郎さんが笛を習ったんだそうです。でちょうど今の駅のターミナルのとこに隠居所がありましてね、でこの方がですね、みんなその当時若者が遊ぶってもね、もうこれっていうあれはないんですね、念仏とか軍楽隊とかという程度だったんで、勢いや林をやるという人が多かったそうですよ。阿佐ヶ谷林は毎年9月神明宮の例大祭で奉納されます。地流とも言われている阿佐ヶ谷林は中間の林です。船橋と葛西の中間的な林ですが、葛西の影響は少なく船橋流の影響が色濃く残っています。この阿佐ヶ谷林は区内の井草などにも伝えられ、広く演じられてきました。
族文化財いぐさ林。いぐさ林は嘉永5年1852年に阿佐ヶ谷村から伝わったと言われています。阿佐ヶ谷と同じ田淵流の中間の林です。私たちもね、先輩からね、ずっと今日までその伝統あるいぐさ林をね、受け継いできたんですから、なんとしてもね、私たちの代にこれがなくなっちゃったらね、もう先輩たちにその合わせる顔がないから、そういうことはね、責任を感じてね、まあこういう郷土芸能っていうんですか、ずっと続くようにね、でまあ、みんなと仲良くチームワークよくしてですね、あっちこっちにお箸を頼まれんとね、まあ、皆さん揃って出かけるように心がけているんですけどね、はい。いぐさ林は毎年いぐさ八幡宮の例大祭の宵宮で奉納されます。保存会は昭和51年に結成されました。近くの小学校で教えるなど伝統の継承に努めています。これはね、林ってのはね、間と林の間、間とテンポですよ。何でもね、まあ間っ外れって間が外れちゃってのは一番いけない。うん、音楽はそうですね。杉並区の無形民俗文化財に登録されている高井戸林。高井戸林は下高井戸八幡神社の宮司斎藤親太夫が教えたといわれる葉山の林です。明治23年の憲法発布記念の時、皇居前広場で演奏したという伝承が残っています。もどき、獅子舞なども演じることができます。昭和49年に保存会が結成され、その保存に努めています。Thank you.
昔は要するにその土地の人がそのね一年に一遍の楽しみとかそういう形でまあ主にやってましたけどね、まあ今はやっぱり主催者が楽しんじゃいけないんだっていう部分がやっぱり多少ね、まあ本当はそうじゃないね、主催者が楽しまなきゃいけないんでしょうけどね、やっぱりみんなに楽しんでもらうんだっていうところをやっぱり ある程度頭の中に入れてやらないと。9月9日高井戸第六天神社の祭礼の日です。成宗林保存会による成宗林の演奏です。成宗林は明治初期から昭和10年代まで菅神社の祭礼で聴くことができました。しかし戦争のため後継者のないまま中断し、戦後は祭り囃子のテープを流した時期もありました。祭りの時に姉たちが先にこう台車で
太鼓やってたんで一緒に混ざってやってた時に入ろうって思って入りました。やっぱりずっとお囃子続けてきてもうお囃子以外ないなっていうのがあるんでお囃子をやっぱり最優先にしてやってます。町の有志が成宗囃保存会を結成したのは昭和59年。当初は大人だけでしたがその後子どもたちも参加し現在は週2回練習に励んでいます。戦争終わってからですから20年から約32、3年頃まではこれが幻になってたわけですね。それからそうですね、昭和59年だと思いましたね。我々もなんとかこれを復活させようと言って10人の仲間でですね、大宮山へ行きました。まあ、ある程度大人だけできたところで今1期生の子どもたちがですねこれ我々だけ大人だけやってたんじゃまた元の木阿弥で宝の持ち腐れになってしまうっていうのでなんとか子どもたちに指導していこうということになりまして、その辺うちの子たちはなかなかそういう点では私も恵まれていて結構続いて現在来てやっている状態です。成宗囃は菅神社の祭礼で奉納されます。杉並区の無形民俗文化財に登録されている大宮前囃子です。演奏しているのは大宮前郷土芸能保存会の皆さんです。
林は高井戸林と同じく世田谷の千歳船橋の系統と伝えられています。江戸末期下高井戸八幡神社の宮司斎藤親太夫が教えたとされる葉山の林です。安政年間には伝わっていたとされています。杉並区で唯一無形民俗文化財に指定されている大宮前郷土芸能保存会による里神楽、演目は八雲神英です。大宮前の里神楽は江戸時代の安政2年にお囃子と同じ斎藤親太夫が教えたものと伝えられています。大宮前郷土芸能保存会は現在杉並区で里神楽を上演できる唯一の団体です。保存会の会員による練習は週2回行われ、技術の向上に励んでいます。新のバチがふっと入っちゃうんだよね、うん、一緒に天が入っちゃったよね、うんうん、新の方が慌てちゃうんだよな。どっちやろうかと思って思い切ってバーッと叩くのもいいんだけどさ、強く叩こうと思うとそこがちょっと遅れるんだよな。力が入ると思う。テンステンってですか、つけてんてんてんってやった時とか、テンつけてんてんとかね、あの辺が力入るから少し溜まってるんだけど、うん、あの今ぐらいの多分ギリギリだと思うんだよね、うん、もう若干ね早めに打ってもいい、うん、ちょっとあのステンステンのところから笛入れたいんでちょっと叩いてみて、二人で絡みにね。入らないんだ。あれ入るんだよね、はい、ちょっとやってみて、うん、絡んでみな、そっから、そっから。どんどんこの
まあ、伝統を残していきたいし、まあ、ここで腕を磨いていきたいと思います。まあ、今ね、あの子供さんたちは岡倉の方はあんまりやってないですけど、獅子はやる人はいますけどね、岡倉の方もどんどんやってもらいたいなと思って、それから笛の方もね、岡倉の笛とまた、お囃子の笛と違いますけどね関連性はあるけども、そういうのもどんどんやってもらいたいなと。でもやる意欲があるみたいだから頼もしく思ってますよ9月14日、春日神社の例大祭の日です。神前神楽、相生の舞が奉納されます。この神前神楽は昭和53年から奉納されているものです。場所を神楽殿に移して神楽が奉納されます。翌9月15日、みこしが町内を練り歩く日です。しようとも精神的な豊かさを求める人の心は変わりません。変化の激しい時代だからこそ、先人たちが残してくれた郷土の文化財に触れ、心に潤いと安らぎを得ることができるのです。伝統を受け継ぐことにより、新しい時代にふさわしい視野と発想が生まれてくるのではないでしょうか。昔ながらの里神楽やお囃子が各地域の保存会の人々により大切に伝承されていることは、杉並区の大きな誇りです。郷土杉並に伝わる地域文化の一層の継承と発展を期待したいものです。